アルバート・ジェームズ・マイヤーは、アメリカ陸軍の軍医であり、士官である。南北戦争の直前に、最初の信号士官長となり、ウィグワグ信号の発明者となったことで、アメリカ陸軍信号司令部の父として知られ、アメリカ国立気象局の父としても知られている。マイヤーは、ニューヨーク州ニューバーグで、ヘンリー・ビー・クマンとエレノ・アマクラ・ナハンのマイヤー夫妻の息子として生まれた。 家族はニューヨーク州西部に移転し、1834年に母が死んだ後は主にバッファローにいたおばに育てられた。伝報士として働いた後、13歳の時にニューヨーク州ジェニーバのジェニーバ大学に入学した。一時期はニューヨーク州電信会社で働きながら、1851年にはバッファロー医大から医学博士の学位を受けた。 その学位論文は、老和者のための新しい手話であり、それには後に、無宣伝真実で使われることになる概念が入っていた。マイヤーはその家族から大きな財産を相続したが、待望があり、知的好奇心が旺盛だった。彼は特に概念や原理を確立するやり方、それに続いて至るところくまなく探り、それに、あるいは、それから得られるものを発展させるやり方で注目された。 と言われた。マイヤーは、フロリダ州で、個人委員を開業し、その後アメリカ陸軍の軍医補としての任官を求め、1854年9月18日に、入隊すると、テキサス集団艦取り出及び同州ジェフ・デイビス軍、デイビストリで勤務した。医学以外に、当時の主要な興味は、単純な符号と軽い材料を使って、長距離で信号を伝える仕組みを編み出すことだった。 この符号伝達の仕組みは、ウィグワグ信号、あるいは、無戦争真術と呼ばれる一つの信号機を使うもので、あり、南北戦争の南北領軍やその後で採用され、使われることになった。マイヤーの信号伝達は、手旗信号と混同されるべきではない。ウィグワグは一つの旗を前後に振ってに真数を表す。もので、概念的には、モールス信号に似ていた。 手旗信号は2本の旗を用い、旗の持ち方で固有の文字を意味させて送るものだった。アメリカ陸軍信号司令部の公式文章は、手旗信号の旗を十字に組み合わせたものとなった。1858年、陸軍はマイヤーの発明に興味を持ち、信号伝達の原理と計画、戦場における使い方、及び軍隊に導入する方法について調査する委員会を指名した。 マイヤーはロバート・イリー・中佐が委員長を務める委員会に出頭し、その発明を現場でテストすることを承認させた。マイヤーはニューヨーク港周辺でその年4月に始まった現場テストを遂行した。このテストは成功し、アメリカ合衆国陸軍長官ジョン・ B ・フロイドがアメリカ合衆国議会に対して陸軍がマイヤーの発明を採用すること、並びに マイヤーを信号士官庁に指名することを推薦した。議会は上院でミシシッピ州選出のジェファーソン・デイビス上院議員から反対があったものの、マイヤーを少佐と信号士官庁に指名し、信号司令部を創設することを承認した。マイヤーはナバホ族インディアンに対する作戦で、さらに現場テストを行うためにニューメキシコ方面軍に派遣された。 1857年8月24日、マイヤーは、バッファローの著名な弁護士の娘、キャサリン・ウォルデンと結婚し、夫妻には6人の子供が生まれた。1860年6月21日、アメリカ合衆国陸軍省からの手紙で、マイヤーが実行の上がらない信号司令部を新しく組織し、指揮を取るよう命令を伝えてきた。その命令は、 危機器の予算として2000ドルと6月27日付でマイヤーの少佐昇進も承認していた。マイヤーは軍隊の他部署から選抜できる部下を募集する責任に直面した。信号司令部はマイヤーが大佐に昇進した1863年3月3日まで公式の軍隊組織として指導しなかった。この期間、マイヤーはまずベンジャミン・バトラー少将の下で バージニア州、モンドを取り出に勤務して教育キャンプを設立し、続いて、ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍で信号主官庁となり、半島方面作戦からアンティータムの戦いまで従軍した。この期間に、ハノーバーコートハウスの戦いでの功績で、正規軍の中佐に、マルバーンヒルの戦いで大佐にそれぞれ名誉を昇進した。皮肉なことに、 マイヤーの信号伝達法を戦場で使ったのは、南軍のエドワード・ポーター・アレクサンダー大医であり、1861年7月の第1次ブルランの戦いでだった。アレクサンダーは、マイヤーの部下であり、ニューヨーク港で現場テストをした時に助手を務めていた。マイヤーはその無線送信術に加えて、野戦での通信に電気信号を送る必要性を認識した。 ベアズリーテレグラフと呼ばれる装置を支援するために野戦用電信子状態を導入した。これはモールス信号のキーを叩く代わりにダイヤルを回すものであり、送信子の訓練をあまり必要としないように開発された。マイヤーの信号司令部は事実上民間の電信子を主に使っている陸軍省の部局である陸軍電信部とは別の組織だった。この機能については 陸軍長官ほど多くの組織上の論争を行い、何度かは電信操作すべてを投与しようとした。信頼性に劣るベアズリーテレグラフ装置を排除し、信号司令部に電信主訓練者を引き抜こうとしたときに、陸軍長官、エドウィン・スタントンが1863年11月15日に、マイヤーをその信号主官庁の地位から解任し、 ワシントン DC から追い出す任務を与えて実質的に追放した。マイヤーはイリノイ州カイロからテネシー州メンフィスまでのミシシッピ川を定常的に偵察行動する中でアメリカ合衆国陸軍と海軍のための信号マニュアルを書いた。1864年6月、エドワード・キャンビン少将がマイヤーを西ミシシッピ地区軍信号士官に指名した。マイヤーは キャンビーの下で北軍側に入ってくる脱走兵や逃亡者を尋問するための仕組みを考案することで信号司令部の仕事に新しい任務を付け加えた。また陸軍と海軍の間で日常的な伝言を送信するための符号送信システムを開発した。アラバマ州モービル地区での作戦のために通信計画を作成し、 アメリカ海軍と共にゲインズ砦の降伏に立ち会った。1864年8月から1865年にかけてはメキシコ湾方面軍の信号士官となった。マイヤーはモービル方面作戦を準備している時に1863年に解任される以前に受けていたはずの大佐と信号士官庁の指名がアメリカ合衆国上院において確認されずに撤回され、 このために、少佐の位に戻ったという面白くない知らせを受け取った。マイヤーは1865年初期に弁護士や政治的コネを使って、この不当と考える処置を正そうと試みた。1866年7月28日、ユリシーズ・グラント中将とアンドリュー・ジョンソン大統領の影響力に反応する形で、議会は信号司令部の再組織化を認め、 マイヤーは再び大佐の位と信号主官庁を手に入れた。宿敵エドウィン・スタントンがそのマイヤーの復職について伝えなければならなかった1866年10月30日。マイヤーはこの勝利の知らせに特に喜んだ。マイヤーは1867年2月までその地位を確認されず、1867年8月まで実際の任務につく命令もなかった。 その新しい任務には、電報運営の投与も含んでおり、彼をその地位から外すことになった論争も解決した。マイヤーは1865年3月13日、付けで、信号司令部を創設した功績に対し、巡承への名誉昇進を受けた。正規軍巡承としての発令はその死の2ヶ月前に、なる1880年6月16日に来た。 1870年2月9日、アメリカ合衆国議会は、大陸内部の軍事基地と、アメリカ合衆国の各州及び、準州の他の地点での気象観測、さらには、北部の諸国と、海岸地域で、嵐の接近を電報と信号で知らせることを、承認した。この任務は依然スミソニアン博物館が行っており、マイヤーが嵐に関する情報を伝達に興味を持っていたので、 その信号司令部に振り当てられた。これがアメリカ合衆国気象局、後のアメリカ海洋大気庁の誕生となった。マイヤーはアメリカ陸軍におけるヘリオグラフ開発の提唱者だった。1877年にまだ実験中だったヘリオグラフの機械をイギリス軍から取り寄せモンタナ州のイエローストーン方面軍にいたネルソン・マイルズ将軍に送った。マイルズは ヘリオグラフの使い方に習熟し、アリゾナ州でのアパッチ族に対する作戦で大いに活用した。マイヤーは1867年8月21日から1880年にニューヨーク州バッファローで人縁で死ぬまで信号司令部の長を務めた。バッファローのフォレストローン墓地にあるウォルデンマイヤー病に葬られている。マイヤーはいくつかの地名などでその栄誉を称えられている。 バージニア州のホイップルトリデは1881年にマイヤートリデと改名された。1950年代に建造されたアメリカ海軍の海底ケーブル付設船ユスンズアルバート・ J ・マイヤー、ニュージャージー州モンマス・トリデにあるアメリカ陸軍通信電子司令部の信号本部ビルにあたるアルバート・ J ・マイヤーセンター、バッファロー、ナイアガラ国際空港の アルバート J. マイヤー予報設備がこれにあたる。1872年、ホバート大学はマイヤーに名誉法学博士号を送り、1875年、ユニオン大学は名誉医学博士号を送った。ありがとうございます。